て痩せる食材トップ3、生協さんで選んできました。この動画では1つ目、なぜこの食材で痩せることができるのか、その理由と、2つ目、その痩せる食材とは一体何なのかということのそのポイントです。そして3つ目、具体的に痩せる食材をトップ3ランキング形式であなたにお伝えしてまいりますね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お話お伝えしてまいりますね。それではまず1つ目の項目です。なぜこの食材で痩せることができるのかというそのポイントになるんですけれども、それは化学調味料や人工甘味料が無添加であることがベースになっているんですね。なぜかと言いますと、もしあなたがこれはダイエットに良いと思って召し上がっていらっしゃるものの、その中にですね、原材料名の中に調味料カッコアミノ酸などと書いてあるもの、実はこちらが化学調味料になっております。でまた例えば糖質オフとかですね、糖質カットゼロと書いてあるようなものなのに甘いものというのは人工甘味料です。なので例えばこの人工甘味料であれば、甘いのに糖質がゼロなんですよね。そのようなものを、召し上がってしまわれますと、あなたのお体がどうなってしまうかというとですね、残念ながら痩せることができなくなっていくんですね。痩せるどころか、もうどんどん甘いものがですね、もうますます食べたくなってしまうんですよ。過去の私もそうだったんですけどね。なぜかと言いますと、甘いのに糖分がないわけです。そうすると脳がおかしいなと思うわけですよ。糖分が取れてないと。そうするともっと取らなくちゃなるわけですよね。でますます甘いものを食べましょうという指令がいく。であなたは味覚もやはりおかしくなってしまうわけです。で味覚がおかしいのがまたこちら化学調味料もそうなるんですよね。もうどんどん味覚が麻痺してしまって、もうどんどんその太りやすい食べ物が食べたくなってしまうんですよ。もうやめられない、止まらないということになるんですね。なので痩せますよ、いいですよっていうものであったとしても、その食材は一体どんなものでできているのかということを必ずここでやはり確認する必要があるわけなんですよね。そうすればあなたはちゃんとした味覚が戻って、その太ってしまうようなその食べ物を食べたいって思わなくなっていきますから、もうまずはあなたの日頃の食材選びのベースをこういった添加物がないものに置き換えていくこと、それがダイエットを成功させる近道になるんですよ。では2つ目の項目に移っていきましょうね。痩せる食材とはではどんなものなのでしょうかということで、ベースは無添加であることでしたよね。先ほどお伝えした通りです。でプラス、そのことプラスですね、あなたの腸内環境を整えてくれる食べ物なのかどうかというところがまたミソ、ポイントになってくるわけです。なぜかと言いますと、あなたがこういくらダイエット今まで頑張ったとしても、すぐに元に戻ってしまったり長続きしないとかですね、そういったことがもしあなたに起こっているとしたら、あなたが終わるわけじゃないんですよ。大丈夫ですからね。私もそうでしたからよくわかります。あなたの腸内環境がお悪いだけなんです。あなたの腸内環境がお悪いと、ダイエットに成功することは長期的にはできません。なぜかと言いますと、そもそもあなたが痩せ体質になっていないからなんですよね。もうここがね、大切なところなんです。その時だけになってしまうわけですよね。痩せ体質ではないと。ではどうすればその痩せ体質を手に入れることができるのかというところなんですが、それが腸内環境を整えて、痩せ菌と呼ばれるその正義の味方ですよね、善玉菌ですよ、その菌が増やしていくことができるかどうかというのが大事なポイントなんですね。でプラス先ほどお伝えした通り、添加物たっぷりのものを召し上がってしまわれると、腸がですね、弱ってしまうんですよね。弱ると消化吸収ができなくなってしまい、結果ホルモンバランス、要はホルモンが作れなくなってしまって、体重の設定値がどんどん上がる、味覚がおかしくなって食欲を抑えるホルモンが
その働いてくれないわけなんですよね、まあ、そういったその悪いサイクルにあなたが陥ってしまわれるとまずいわけですよね。もうとても良くないわけです。ですからポイントは無添加であることと腸内環境をいかに整えてくれるかというところが痩せる食材のポイントとなってくるわけです。ではここから最後の項目です。3つ目、その痩せる食材を生協さんで選んでまいりましたので、あなたにトップ3ランキング形式で今からお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。生協コープの国産素材、切らずに使える春雨になります。こちらはですね、北海道産のバレイショでんぷんと九州産の干渉でんぷんですねを使ってくださってるんですね。もう国産素材なわけです。でよく春雨はあの緑豆ベース の, あのものもありますけれども、あの中国産がね多いんですよね。国産ってなかなか春雨ねないと思うんです。その中でこちらは北海道産九州産 の, あの材料を使ってくださった国産の春雨になっています。でしかもとっても便利な10センチのカットタイプなんですね。春雨ってあのこう長いと結構予想時もこうベチャベチャとかなったりこう飛んだりしてもあーとかなりませんか。お箸からこうツルンと落ちたりとかですね、私もしょっちゅうするんですけれども、そういったことも同じこうサッとあのよそえますし、あのサラダや和え物でまたスープやお鍋物にもいいですよね。すごく便利です。で私はあの別動画でも痩せる味噌汁ダイエットということでお味噌汁の具もねいろいろご案内してるんですけれども、実はこの春雨もいいんですよ。お味噌汁の具にもねあの簡単に使えますからいいと思います。ただ春雨はですね、例えばあのカロリーを気にしてらっしゃったりとか、その糖質ですよねを気にしてらっしゃる方はやっぱり高めなんですよね。ですからもしお味噌汁、まあ、例えば朝ごはんですね、この春雨を入れたいなと思って入れていただく場合は、その時 の, あのお米、私はまあ玄米が好きなので玄米なんですけれども、まあ、白米よりは玄米がおすすめなんですが、そういったお米系をお休みする代わりの春雨だったらいいと思います。要するにお米の代わりに春雨を召し上がっていただくというまあバージョンになりますよね。白米もたっぷり食べる、春雨もたっぷり食べる、じゃあ太ってしまいますから、その点は注意してくださいね。ただあの脂質はやっぱりゼロなんですよね。油分はゼロですから、その油物を気にしてらっしゃる方は春雨いいと思いますよ。でこちらですね、1袋あたり 100g 入っておりまして、お値段がですね、お値段が春雨税別で162円でした。でこちら本当にもう簡単にパッとトッピングするだけで召し上がっていただくことができますから、ぜひ日頃のダイエットメニューに取り組んでいただくときに使っていただきたいなと思います。もうなんといっても低カロリーであることと、まあ、その糖質は高めなんですが、実は玄米と同じく低 GI 値食品になるんですよね。何かと言いますと、脂肪を溜め込むのを抑えてくれる食品になるわけです。あの血糖値のですね急上昇を抑えてくれるわけですよね。その間にやっぱ脂肪って溜め込みやすいので、高 GI 値食品よりもこういった低 GI 値食品がおすすめなんですよ。それでは第2位ご紹介していきます。こちらです。コープ生協さんの10割そばです。そば粉だけを使用した豊かな香りと際立つ風味ということで、塩は加えていません。そば湯も楽しめますということで、あのもちろんあのごめんなさいね、そばアレルギーの方は召し上がることできないと思うんですけれども、やはりですね、普通のおそばって小麦粉がですね混ざってるんですよね。で小麦はダイエットの敵です。おすすめできません。なぜかというと、まあ、高 GI 値食品といってあなたの脂肪を一気に溜め込んでしまう食べ物ですし、あとはその腸壁にですね、やっぱベタッとそのグルテンという成分が張り付いてしまいやすいので、腸に非常に負担をかける、まあ、要するにその消化にものすごく負担をかける食品なんですよね、まあ、もちろん糖質も高いです。
ですからそばがそのおうどんやパスタやラーメンよりもやっぱりダイエットで健康的に痩せたい方っていうのは今はやっぱりおそば召し上がっていただきたいですね。でもそばがいいんだと思って召し上がっていただくときに注意なのが小麦粉や食塩がこうたっぷり入っているものはダイエット向けではないので、ぜひこのコープさんの干しそばです、10割そば粉 100% のそばですよ。めちゃくちゃ美味しいですよ。私もおそば大好きなんですけれども、コシがあってやはりあのそば湯としてもそのそばを湯がいてですね、お湯を最後そば湯として飲んでいただくとものすごくお体が温まるんですよ。あなたの代謝が上がってますます痩せ体質になることができますから、ぜひこのそば 100% の10割そばを召し上がっていただきたいと思います。もう本当にこれはですねおすすめですし、もうぜひそば湯がいたそのお湯も捨てずに飲んでいただきたいと思います。でこちらの10割そばのお値段なんですけれども、こちらはですね1袋あたりが 200g 入っております。お値段税別で278円でした。で原材料もそば粉だけですし、カロリーはですねその半分の量 100g あたりが載ってるんですけれども、360kcal でしっかりタンパク質が豊富に取れます。 8.9g で脂質がちょっとあります。 2.5g、まあ、大した量ではないですよね。で炭水化物が75ということで、やはりおそば系はあの炭水化物ですから糖質はまあ高めなんですけれども、先ほどお伝えしました通り低 GIG 食品ですから、その血糖値の急上昇を抑えてくれて脂肪を溜め込みにくくできる食品なので、ぜひあなたのダイエットにもお役立ていただきたいと思います。それではいよいよここから第1位をあなたにご紹介します。こちらです。コープ生協の味付け卓上パック韓国産海苔になります。で香ばしいごま油の風味ということで、もう私韓国海苔のこのごま風味のね味付け大好きなんですね。でこちらは韓国産のその海苔をですね国内の工場で加工してくださってます。ごま油とあとアコウのねお塩を使ってくださってますが、材料がとてもいいんですよね。原材料を見ましても、先ほどのようなこういった普通海苔ってですね調味料かっこアミノ酸などでもほとんど書いていますから、注意してくださいね。もうほとんどのものがもう本当に残念なんですけども添加されてますから、こういった生協さんの無添加の海苔を選んでいただきたいと思います。もう材料は韓国産の海苔とごま油と食塩のみですよ。もう本当に嬉しいですよね。で1枚あたりがエネルギーがたったの 2です。2キロカロリーです。低いですよね。でまたタンパク質とかあの、まあ、少ないですけども取れますし、まあ、脂質も 0.1、 炭水化物も 0.1 ということで、まあ、非常に少ないダイエット食品になります。で何が良いかと言いますと、こちらはですね海苔、要するに海藻ですから、あなたの腸内環境ですねやっぱり整えてくれる、もう本当にいい食品になるんですよね。この海藻が食物繊維を豊富に含んでいますから、その食物繊維があなたの腸内にいる痩せ菌の餌となる大好物の食品になるわけです。なのでこういったまあ韓国のり、まあ、特に無添加のものを上手に召し上がっていただくことで、ダイエットますます成功に近づけていただきたいと思います。さあこの動画のまとめに入りたいと思います。一つ目です。なぜこの食材で痩せることができるのかでしたよね。これは完全無添加であることでしたね。そうしないと腸が弱ってしまって、結果あなたは痩せる体質になることができませんよというお話でした。また2つ目、その痩せる食材とは何でしょうかということで、ベースはこの化学調味料や人工甘味料が無添加であるものプラス腸内環境を整えてくれる食材がいいんですよってお話をしましたね。そして最後3つ目は、具体的に無添加であってしかも腸内環境を整えてくれて痩せ菌を増やしてくれる食材は何でしょうかということで、今回は生協コープさんで選んできましたトップ3ということで、第3位は国産の春雨、第2位はそば粉 100% の10割そば、そして最後は食物繊維が豊富なこちら韓国海苔を選んでまいりました。さあ以上お伝えしましたこの動画の内容、ぜひ今すぐあなたも楽しく美味しく取り組んでいただいて、ダイエットの成功にお役立ていただければもうとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。